ですね、今回ね、ちょっと群馬のね、あの出演率が多いんですけども、10番目のバンドの紹介をしたいと思います。10番目はミミックさんです。今回ドラキュラロックフェスタ初出演となります。ミミックは結成4年目で5人組のバンドです。ハードロックヘビーメタルのコピーバンドで、主に邦楽ハードロックヘビーメタルをやっています。活動場所は群馬、埼玉、栃木で年1回から2回のペースでライブをさせてもらっています。気になったバンドさんおりましたら対バンのお誘いいただけると嬉しいです。今日は心を込めて演奏させていただきます。よろしくお願いします。ではスペースデーモン様、煽りをお願いいたします。今噛んだだろ。すいません、噛みました。スペースペースペースそこまでです。一色盛り上がりたいか、楽しみたいか、楽しませてやろう。あ、楽しませてやろう。我が輩まで失敗してしまったじゃないか。では紹介しよう。ミミミミThank you.
とてもいいお天気に恵まれまして、こんな大空の下でね、私たちやることがあるとは思ってもみませんでしたが、今日は楽しんでやらせていただきたいと思います。よろしくお願いします。Thank you.
西日すごい、西日がすごいですね。初めての野外なんですけれども、新鮮、すごい新鮮で、空気がね、そうだね、空気がうまい。あと空が青い、でですね、初めてこのドラキュラロックフェスタ参加させていただいたんですけれども、趣旨がですね、献血とロックのコラボということで、とても素晴らしい活動をされているなと思いました。今日はちょっと献血の方はないということなんですけれども、皆さん機会があればですね、なんだ、献血だけでなくて、なんだっけ、ほら、登録するやつ、骨髄バンクに登録してください。私実はしたんですけれども、大したことないんですよ。血液を取ってちょっと調べて型が合えば登録っていうことで、ね、亡くなってしまう命が助かる素晴らしいことだと思います。ぜひ機会があれば骨髄バンク登録していただきたいと思います。あと後ろの方に旗がありますけれども、犬猫の殺処分を減らすため署名活動をしております。ぜひ皆さん署名の方お願いします。私も犬猫飼ってます。去年猫15歳かな、亡くなっちゃいましたけれども、やっぱりね、犬だとか猫だとか言いますけど、同じ命で同じ家族、私にとっては家族でした。殺処分っていう言葉自体がね、おかしなもので、ぜひなくしたいと思います。署名活動お願いします。では今日は最後までよろしくお願いいたします。I'm not afraid to die.
のあとラスト1曲になります。あのちょっとねみんな知らない曲ばかりやりましたけど、最後はみんな知ってると思います。 XJAPAN のね紅っていう曲知ってるじゃないでしょうか。ラスト2曲になりました。今日はどうもありがとうございました。してメンバー紹介しようと思います。群馬から来まして、あのだいたいいつも伊勢先でやってるんですけれども、ベース緑川拍手。そしてギターなり拍手。でこちらのギターミナ拍手。そしてドラム、この小さな可憐なドラムの村子拍手。ボーカル久美です。よろしくお願いします。この後はね皆さんお楽しみのベリーダンスが待ってます。どうぞお楽しみください。今日はありがとうございました。